ビリム、ビリモビチ、フェルモル、ビリム、ビリモビチ、フェルモルは、ロシア帝国陸軍の士官。7年戦争のゾルンドルフの戦いで、ロシア軍を率いたことで知られる。ロシア語表記のほか、英語表記のウィリアム・フェルマーやドイツ語表記のビルヘルム・フォン・フェルモルも見られる。フェルモルは1702年にプスコフに生まれた。彼は、スコットランド人とルターハ・バルトドイツ人の家系であった。 1720年に、ロシア陸軍に入隊、ポーランド継承戦争中のダンツヒ包囲戦で、頭角を表し、オーストリアロシアトルコ戦争や、ロシアスウェーデン戦争でも従軍した。ロシア軍のドイツ人兵士とつるむことを好んだため、ロシア語を話す主観たちに嫌われた。また、ブルクハルとクリストフ・フォン・ミュンニヒ別れを貢献している。ソルンドルフの戦い、1758年。 1757年、フェルモルは一軍を率いて、東プロイセンのメーメルを占領、グロース・イエゲルスドルフの戦いにも参加した。1758年、エリザベータ女帝の怒りを買い買いされた、ステパン・ヒョードロビチ・アプラクシンの後任として、プロイセン王国に侵攻するロシア軍の指揮官に任命された。フェルモルは、アプラクシンの強圧的な東プロイセン。 占領政策ををを非難しししてそれを修正し公式な謝罪宣言を出した1758年8月25日、フェルモルはソルンドルフの戦いでフリードリヒ2世と戦い、両軍とも大損害を出した後、フェルモルは東へ撤退した。1759年に更迭され、以降はピョートル・サルトイコフの部下として働いた。 1760年のベルリン襲撃において、フェルモルは、ロシア軍の葬式であり、オーストリア軍と共に、プロイセンの首都ベルリンを短期間占領した後、撤退した。クーデターで、エカチェリーナ2世が、定位についた後、彼女は、フェルモルを、スモレンスク知事に任命した。フェルモルは1771年に没した。ミラー、P14、サボ、P82、ミラー、P8、 ありがとうございます。